18日の卓球、世界選手権団体戦で、日本女子チームは3対0で南アフリカに解消した。しかし、木原美優選手と平野美優選手が共に第1ゲームを11-0で完封勝ちしたことについては、SNS 上で0点1から OK になったの。などと疑問の声が、卓球界に残る、完封、ラブゲーム、は相手に失礼、という、謎マナー。 をどう受け止めるのか、日本卓球協会にズバリ聞いてみた。世界選手権団体戦の女子一次リーグ第3戦。木原 VS パテルの第1試合と、平野 VS サスマンの第2試合では、木原と平野がそれぞれ第1ゲームをラブゲームで勝利した。しかし、かつての卓球界では一部の選手の間で、ラブゲームはマナー違反、とする独特な文化があった。 それを知る人は、木原と平野は10-0になった段階でわざとミスするなどして相手に得点を上げるべきでは、と違和感を覚えたようだ。ラブゲームにまつわる暗黙の了解の起源について、日本卓球協会専務理事の宮崎義人氏は、自然発生的に起こった現象だと思う、と話す。10年ほど前、中国人選手を中心とした何人かが、 中ゼロになった時にわざと相手に1点をあげるということをやり始めたようです。もしかすると、気の緩みによって点を取られただけかもしれませんが、そういうプレーを見た誰かが、ラブゲームを避けることがマナーなんだ、と勝手に言い出して、一部ではやってしまったのかなと。選手からは、試合がやりづらくなる。しかし、突然生まれた謎のマナーには、困惑も広がった。 3から4年ほど前、宮崎氏は日本人の選手から相談を受けたという。その頃、ネットニュースでラブゲームはダメだと大きく取り上げられたんです。すると、ある選手が僕のところに来て、試合がやりづらくなるので、宮崎さんから他の選手たちに、11-0で勝ってもいいんだとはっきり言ってもらえませんか。と、私としては、そんなバカなことをわざわざ言う必要があるのか。 と疑問でしたが、後日、くだらないニュースは気にしないで、0本で勝てるときは勝ち切りなさい、と伝えました。相手に情けをかける気持ちは首相だが、あくまでもプロ同士の勝負の世界。10-0までこぎつけた後に、11点取られて負けるケースはないのか。宮崎氏は、10-0からの逆転は見たことがない、としつつも、2021年の東京五輪で繰り広げられた。 水谷純＆伊藤美馬ペアの大逆転劇を例に出す。ドイツと戦った混合ダブルスの準々決勝で、水谷と伊藤は2の9から逆転勝ちしました。いつ何が起こるかわからないのが、卓球。1点与えたら、その後10連チャン取られるかもしれない緊迫感と恐怖はみんな持っています。トップ選手の世界ではほとんどない特に、実力がきっ抗、きっ抗。 した強い選手同士であれば、なおさらだ。例えば日本代表の選手が競合の中国人選手と戦って、たまたま良い流れに乗れて10-0になったとしても、そこで1点差し出すことは、自殺するようなもの、宮崎氏、だという。少なくともトップ選手の世界では、ラブゲームを避けるプレーなんてほとんど見られないし、今後もないと思います。 こんな馬鹿らしい話題は早くなくなったらいいのにと思います。宮崎氏のほとほと愛想を尽かしたような顔が真剣勝負の世界の厳しさを物語っていた。